完封中日3アンダーズ、試合内容も空気でただ単につまらん負け。もう終わりだよこの球団。やっぱりプロはレベル高いわ。え、バンドの金払って来てくれたファンにすんませんでしたとか詫びないの？立浪和義完封負け記録更新。まあこんな日もある。打撃が詳しい人に指揮を取ってもらいたい。ヤマーン勝利投手に有丸郡司大活躍。今日はタッツさんに足を向けて寝られませんわ。1試合2点しか取れないチームが昨日9点も取ったんだから明日も0点だろう。数字は嘘をつかない。一度借金中になったら泥沼になるわな。4点以上取った次の試合はほぼ完封負け。立浪になってからの最大連勝でいくつ？5くらい？福永カリステがきついな。これが当たないと中日は終わり。軍事アリエルの話はよくするけど、レーヌエーは細川の話しないし、オリも斎藤の話はしないよな。阿部も四球を挟んで3打席連続タイムリー。ヒロイン山本副勝者ウエッセン1年分。明日は高橋周平スタメン。基礎カリステ外して福永レフト。初回に失点したメヒアが悪いな。立浪まだ40試合ある。3勝1敗ペースで A クラス入りや。山本匠も中堅エースだな。4勝0敗で実際出した選手がことごとく致命的なんだけどな。ご視聴ありがとうございました。